労働者運動の連帯におけると挙げた拳連帯とは共通の関心、目的、基準、共感を認識し、グループや階級の心理的な一体感を作り出すことである。これは人々を一つに結びつける社会の絆を指している。この後は社会学やその他の社会科学、哲学や生命倫理学においても広く用いられる。連帯は カトリックの社会教説においても重要な概念であり、従ってキリスト教民主主義的な政治理念の中核となる概念である。連帯の基礎をなすものとそれが実施される方法は社会によって異なっている。発展途上の社会では、それが主に親族及び共通の価値観に基づくだろうが、より発展した社会では連帯感あるいは社会的結束に寄与する。 様々な理論が蓄積されている。連帯は欧州連合基本権検証の6つの原則の一つでもあり、毎年12月20日は人間の連帯国際デーとして国際的に啓発される。連帯の概念は生命倫理と人権に関する世界宣言でも言及されているが明確に定義されていない。生物工学の、そして生体医学的に能力を向上させる。 研究、生産が増えるにつれて、医療制度の枠において、連帯を明確に定義づけることが差し迫って、重要になる。ポーランドの自主管理労働組合、または日本及び、ロシアの政治組織の名前としても用いられる。ありがとうございます。